皆さんどうも、キーサでございます。最近引きこもり生活が流行ってるので、そんな皆様の気分に合わせて今日はこの魔法少女サイトのナナちゃんキャラメイクをしてみたいと思います。それではメイクスタートするんだ。ぴょんぴょん、まずは唇の下書きから始めましょう。そこまで綺麗にしなくても大丈夫だから、これあくまでもメイクをやりやすくするためにやってるんで。眉毛消しすでにやってあるからね。メイク始めちゃう前にやったんだから。春の季節だから自然なメイクがしたくて、あだからこの二人よいよいしたの。顔全体にファンデーションを伸ばして、口の色で体に触るな。次からパウダーを叩いて的の仕上がりにするとよいね。よよするとよいね。よよ水準検定アイメイクなんですが、ジェルナイナで目回りにお染めなラインを引きまして、ウォーターラインの方もやっちゃおう。ここでブラックシャドウとグレイシャドウが映ってると思うんですけど、ただブラックシャドウしか使われていなくて、だからグレイシャドウの方を無視してくれ。どうしても必要でしたら使ってもいいですし、ただこっちは全然使っていないのでそれだけは言いたい。一応シェーディングのやり方なんですけど、前頭のすぐ下のエリアとアイメイク周りをちょこっとこうブレンディングしていただいて、よりダークなアイメイクに。これくらいでいいからね。鼻先とかもね、シェーディングで丸くしてさ、いろいろシェーディングして表情作ってさ、より可愛くなると思うんだよな。僕そう思うんだよな。そうだね。そう住んでみるって、おほぼれとか顔もれとか全部シェーディングしていて、そうなんぞ。君うるさいな。そんな喋り方じゃ誰も見てらんないな。ナチュラルメイクを目指してるので、ブラックシャドウをもう少し。グーケマルオー Does it so feel better? あまりメイク目立ってほしくないので、口の下書きをブラックシャドウでやりました。 Alright, now you're gonna have to take these two out, the white paint and the black paint. Spray some of the water diluting the colors, then just paint the tooth and the area in black between them and the center of mouth. Nossa, que capricho!で、シェーディングをあちこちに入れたりして、立体的に仕上げよう。まるで絵を描くような感じで塗っていただくと分かりやすいと思います。はぁはぁ、ハイライトの時間だ。細かいところにはホワイトペイントでやるとよい。残りのエリアはホワイトクリームベースでいいよ。服がないんで書こうか。ボディーペイント全体的な説明なんですけど、まずはそういったまあ白い部分をホワイトペイントでやっちゃいます。残りの部分はブラックです。そして立体的になるようにブラックシャドウで影を入れる。少し適当で申し訳ないんですけど、そろそろウィーグかぶりたいんですけど、ただこのメイクに似合いそうなウィーグがなくて、東京グール金木犬メイクで疲れていたウィーグを生贄にしないといけません。どうか安らかにお眠りください。これはめちゃくちゃ汚れるから、おめら覚悟しとけよ。カラコンつけてウィーグをかぶったら完成だ。よし、これで君もこのナチュラルメイクで引きこもり生活を乗り越えようぜ。